コース稼働。外2人は初戦3着のスタート、5番の佐藤が5コース、6コースに6番の高田。追い風だいぶ強くなりまして、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから4コースまでそれほど大きな差はなくというところ。さあ4コースから出ていく4番の前本ですが、1幕大きくもつれました。もつれた展開になりまして、さあバックストレッチへ移ったのは外3艇。スタートは前提正常でした。1幕ワークして度が出ています。先頭4番の前本、2番手5番の佐藤か、6番高田、3番手スタート正常で1周2幕の旋回です。なお4番の前本は妨害のため失格です。4番の前本は妨害のため失格です。また3番の平田は転覆のため失格です。3番の平田は転覆のため失格です。投票権着順確定まで大切にお待ちください。2周目バックストレッチに移りまして、先頭5番の佐藤か、6番の高田2番手、3番手に1番の大山です。このレースは4番の前本が妨害失格、そして3番の平田転覆失格となりました。2周目2幕の旋回、先頭2番手この2人は大きく抜け出しています。先頭5番の佐藤か、2番手6番の高田、3番手が1番の大山です。レースは最終周回へと移ります。この1幕自己停避けての旋回となります。最後のバックストレッチへと移りました。先頭5番の佐藤か、2番手6番の高田、1番の大山、3番手最高峰に2番新見がついそうです。このレースは4番の前本妨害失格、3番の平田転覆失格となっています。最後の最後は大波乱となりまして、最終ターン幕の旋回です。3連単は5番、6番、1番の組み合わせ 679.3 倍です。先頭5番佐藤か、五輪、6番高田、五輪、1番大山、五輪、2番新見、五輪。